ボ具ないし、ボーギングは1960年代にボールルームと呼ばれたダンスシーンから発展した非常に様式化されたクラブダンス及びストリートダンスである。1980年代のアメリカ合衆国の都市部のゲイクラブシーンで知られるようになり、1990年に同国の歌手マドンナのシングル、ボーグのミュージックビデオで披露され、1991年の サンダンス映画最新サイン特別賞を受賞したドキュメンタリー映画パリ夜は眠らないが公開されたことなどから大衆化した。近年アメリカのダンスバトル番組アメリカズベストダンスクルーに出演するダンスグループボーグエボリューションにより再び国際的な注目を浴びている。ボーギングはファッション雑誌ボーグのモデルのポーズに似ていたことからそう呼ばれるようになった。 ダンスのスタイルは1930年初期の社交ダンスに起因する。当時はパフォーマンスと呼ばれており、現在知られるスタイルよりもやや複雑で幻影的なものだった。その後、アメリカの都市部の黒人、ラテン系同性愛者のボールルーム、ダンスシーンとクラブで踊られて、スタイルを確立しさらなる発展を遂げた。ボールルームとは、いわゆる、 社交ダンスの場の意味であるが、ここでは、ボーギングの技を競い合うコンテストである。参加者は、それぞれの、ハウスと言われたグループに属する。代表的なハウスの例は、ウィリー忍者率いる、ハウスオブ忍者、ハウスオブエキストラバガンザ、ハウスオブミズラヒ、ハウスオブラベージャなどがある。なお、日本にもこれらのハウスに所属する者が若干なだが、存在する。 ボーギングは、現在3つのスタイルがある。それは、初期から1980年代までの、オールドウェイ、1990年代の、ニューウェイ、1995年頃に生まれた、ボーグフェムの3つである。オールドウェイは、左右対称、動きの精度、上品で滑らかな動きが特徴である。ニューウェイは、より厳正で幾何学的な動きのパターン、クリック。 アームズコントロールが特徴である。パントマイムの動きに修正が加えられた形に似ているとも言える。ボーグフェムは女性の滑らかな動きが極端に誇張されたもので、バレエ、モダンダンス、ブレイクダンシングに影響を受けている。また、ジャンプ、トリック、アクロバット、フリップといった動きを含んでいる。ボーグフェムにはソフトカントとドラマティクスの2種類がある。 加えて、ボーグフェムは6つの要素からなる。それは、手、回転、キャットウォーク、ダックウォーク、ディップ、フロアパフォーマンスである。ディップは大衆化しており、時折、5000とも言われるが、その始まりはボーグフェムである。ボーギングの技術を競い合う時には、競争者は、ボーギングの何かしらの要素を入れなければならない。アメリカズベストダンスクルーに出演する。 ダンスグループボーグエボリューションが踊るのはボーグフェムである。1990年ブロンドアンビションツアーでボーギングを披露するマドンナとダンサーたち。マドンナは当時のアンダーグラウンドダンスに世界的な露出をもたらした。複数の有名なアーティストがボーグの影響を受けている。マドンナ、ビヨンセ、リアーナ、ウィロースミス、FKA ツイッグス。 アリアナ・グランデ、アジーリア・バンクスは過去と現在の防具から影響を受けつつ、古典的なダンスのビートも取り入れている。防具とボール文化の最も新しい影響の一つに、ドキュメンタリー映画、危機夜明けは、まだ遠くがある。マドンナの防具は、このダンススタイルに人気と意識をもたらしたが、彼女が文化を登用し流用したと信じる人々から、批判を受けることとなった。 文化の登用には、少数派または、不利な状況を置かれている文化の特定の側面を、期限の適切な承認なしに多数派文化のメンバーが、採用することが含まれる。1990年のミュージックビデオは、ホセ・エクストラバガンザーと、ハウス・エクストラバガンザーのルイス・カマチョによって振り付けされ、ダンサーのウィリー・ニンジャーをフィーチャーしている。しかし、歌に登場する。 有名人はすべて白人であり、マドンナ自身も白人女性である。マドンナはコミュニティのメンバーを制作に含めることでハーレム文化を参照にしたが、批評家は彼女がこのスタイルと主要な主流の関係にあるため、元の文化を消してしまったと主張し続けている。ありがとうございます。